ソフトバンク香山真也、上林誠司、高橋純平、佐藤直樹らが来季構想外。ソフトバンクの香山真也投手33、上林誠司外野手28、高橋純平投手26、佐藤直樹外野手25、久木竜平捕手25、古川優里投手28、が来季の戦力構想から外れていることが22日分かった。宝の山じゃ。高橋育てられなかったのはマジで球界の損失。香山ええやんけ、取り放題や。香山は森福と同じで球威がなくなって高年俸って感じ。年俸リセットで取れるなら香山は欲しいところ多そう。佐藤直樹は社会人ドライチなのにこんなに使えないなんてことあるの？スカウトの責任重くない？阪神が狙ってる。第2第3の大竹がいるかいないか。大竹だらけ、全員大竹だと思え。名前だけ見るとすごいの出てくるな。名前はすごいけど妥当っちゃ妥当な感じのメンバー、どっかに拾ってもらえるといいね。どんだけ才能潰してるんだ。プロ野球選手って余ってんの？ソフバンは余っとる。 1.8 軍の迷走したギリッギリがたくさんおるから、ちょっとしたスパイスで1軍や。中日に行けば1軍間違いないよね。ベースボールで出番なかったやつが4番になるくらいだからな。育てられないだけじゃん、他球団の2軍みたいになってるじゃん。中日と日ハムで分ければいいんじゃね。弱いから香山だけ楽天にくれ。ドライチを4年でクビか。こっか、ドライチ野手をもうクビかよ。ほんと選手の扱いひどいな。これで山川来たらファンやめる。もったいない、まだまだいけるだろ。来季の構想に入ってなくても再来季の構想には入れてもいいんじゃないか。リチャードはまだ許されるんだな。相当チャンスもらってるけどな。2軍で結果出せばいいのか。ドラフトも育成も下手やね。育成ドラフト中止すればいいのに、ドライチ適当に指名してないか。戦力外でスパッと切るのは賛成だわ。プロの世界に情はいらない。ドライチとか生え抜きとか功労者とかどうでもいい。弱肉強食の世界なんだから。まあ切ってもいいけど、切られたやつが他球団で活躍するのがね、なんだかな。上林欲しいじゃん。怪我しなきゃ相当やるでしょ。上林は西武がいるんじゃないか、地元だし。上林はアキレス腱を切ったんだよな。アキレス腱を切る前から打撃不振だって。守備も大丈夫かな。大丈夫なら戦力外にはならないか。マーホークスは投手と外野手の競争激しい印象だけどな。上林はアキレス腱切ったんだっけ。まだ20代だけど前田聡と同じ状態か。上林は他所業ったら化ける可能性結構あるぞ。争奪戦になるわ。ドラフト1位が2人も戦力外でスカウトも責任取れよ。香山、上林、高橋純はどこかかるでしょ。古川、久喜、佐藤も育成なら声かかりそう。いずれもバースデーの出演にはまだ早い。育成できなかったけど、そこ担当の人が一軍監督に。20代が多いな。ソフトバンクって4軍まであるんだろ。それだけたくさんの選手を抱えてるから、20代の1軍の選手でもざっくり切ることができちゃうんだね。 FA 選手で補強する昔の巨人みたいになってしまって、強くなるなら良いけど弱体化止まらないのが何とも言えない悲しさある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。